ロードコーン風による転倒や移動を軽減するために、キブ黒いゴム製の重しが被せられているカラフルなコーンと虎柄のバーで仕切られているロードコーンとは、道路や工事現場などの規制や区分けを目的として置かれる高さ約70センチメートル前後の円錐形の保安器具である。パイロン、三角コーン、ラバーコーン、セーフティコーンなどとも言う。日本ではカラーコーンの故障も、 一般的に用いられるが、セフテック株式会社の登録商標となっている。また、高さ約120センチメートルや、約180センチメートルといった通常より大きなサイズのロードコーンもある。主にプラスチックやゴムで作られており、中空で底も開いているので重ね合わせて、運搬や収納の際にスペースを節約できるようになっているものが多い。成形色には、 注意を喚起する赤、朱色、黄色や、景観に響きにくい焦げ茶、緑、青、白などがあり、さらに視認性を高めるため、朱色地に白、黒地に黄色の縞模様を入れたものもある。大抵が合成樹脂製で、高速道路の車線規制やフル対策には、路面との摩擦が大きく重量があり、断性を持ったゴムやポリエンカビニル製のものが使われる。 軽量なポリエチレン製では、写真のようにゴム製の重しが被せられることもある。また、従来から用いられていた、熱化素製樹脂は、耐光性が低く、長期間の使用や、寒エッ値などでは、割れて破損することが多い。低温対策としては、ゴム製やその後に使われ始めたエバ製が選ばれている。後期のものは柔軟性があり、寒冷時でもさほど硬くならず、 破損の確率が低い。一般的に見られるのは高さが 450mm700mm 程度のものであるが、200mm ほどの小さなものや 2m を超える巨大なものもある。また、蛍光に便利な平たく折りたためるタイプもある。一般的なロードコーンには何も施されていないことも多いが、夜間の視認性を高めるため、反射シートを貼られたものもある。また、 LED などで自発光するものや上部が開口しており、誘導棒や保安灯などを差し込んで、その灯加工で夜間の視認性を上げるものもある。工事現場などの区域区分、イベントやお祭りでの人の流れの整理、スポーツ競技での目印や選手の誘導、駐車場の整理や誘導、予約場所の確保、自動車教習所での練習用などに使用されているほか、事務カーなどでは、 ロードコーンの配置を工夫してテクニカルなコースを設定することが多い。また、ホームセンターなどでの購入も可能であることから、一般家庭でも迷惑駐車対策などに使われるようになっている。ロードコーン同士に渡し、その間を通過できないようにする棒は、コーンバーといい区分をより明確にするとともにロードコーンの使用数を低減できる。この組み合わせは、 障害物競争でハードルの代用にされることもある。材質には ABS、ポリエチレン、アルミ製などがあり、ABS とポリエチレン製は安価でよく使われている。アルミ製はこれらに比べて高価だが、対抗性が高い。また、高温バーと同じ目的で用いられるものに、朗読音同士をつなぐ、コーンチェーンと呼ばれる鎖がある。 風などで飛ばないように底の平たい部分を抑える臨場の重しがあり、これはコーンウェイトなどと呼称される。このほか、立ち入り禁止や駐車禁止など立体表示による注意喚起を行うためのものとして、ロードコーンに被せて用いるコーンカバーや同じく貼って用いるコーンステッカーなどがある。視認性向上用品としては矢印板や標識、保安灯、 ロードコーン全体を覆う反射素材を使用したコーンカバーなどもあるセフテック株式会社カラーコーンありがとうございます。